はい、こんにちは、ゼロです。今回はですね、カメラの話ではなくてですね、液晶モニターの話をしていこうかなと、はい、思います。 4K のね、液晶モニターを購入しましたので、それをね、開けてセットアップしようかなと思います。購入したのはですね、デルの 4K の液晶モニターですね。で、型番が P32229E という、製品ですね。はい、自分買った時 10% オフクーポンとかってなってたんですけど、今見たら 20% オフになってますね。こういうの見るとすげえイラつくんですけど、腹が立つんですけど、なんだよと今はちょっと思ってるところなんですけど、まあそれはね、ちょっとさておき、開けてね、セットアップしていこうかなと思うんですが、まあなんで買おうかなと思ったっていうかというところの話ですね。で、今映してるですね、液晶ディスプレイ、これはですね、三菱の27インチワイドのIPS の液晶パネルのモニターなんですよね。で、これをまあ買ってもう 7,8 年ぐらい使ってんのかな。で、フル HD なんですよね。で、前々から 4K の、モニターが欲しいなと思ってたんですけど、ちょうどですね、今こう映してるモニターのちょうど反対側なんですけどに、液晶のテレビねを置いてたんですね。で、それがパナソニックの50インチの、液晶LED の、 あのモニターじゃないや、テレビなんですけどね、4K のテレビで50インチのやつで、も買った時23万とか4万ぐらいしたと思うんですけど、それがですね、買って5年6年ぐらいだと思うんですけど、ほぼ使ってないんですけど、もう電源が入らなくなってしまって、もう使えなくなったんですよね。でもどうしようかなと思って、ずっとまあ放置はしてたんですよね。で、つい先日これもう処分してしまって今なくなったので、今持ってるね、こっちの三菱のこの27インチワイドの液晶モニターをテレビ代わりにして、で、新たに 4K の液晶モニターを、ここに設置しようかなということで、購入したみたいな感じですね。で、最近動画も 4K で撮ることも増えてきたし、やっぱり写真をね、やっぱり高画素でせっかく撮ってるんで、できるだけ解像度の高い画素数の多いモニターでやっぱり見てみたいっていうのがあるので、 4K のモニターを購入したということですね。はい、なので早速ちょっと開けてセットアップしようかなと、はい、思います。はい、ちなみに箱はこんな感じですね。横にあるのが空気清浄機なんですけど、それとね、比較していただいて、箱がこんな感じっていうのをちょっと大体ね、雰囲気をつかんでもらえればなと、はい、思います。ってことで、もう早速開けちゃいます。はい、そして上蓋取ったところですね。開けて上蓋取りました。はい、モニター本体と、これスタンドですね、がありますね。で、付属品ですね。付属品はですね、まず、電源ケーブルね。電源ケーブルと、USB の、通常のケーブルかな。通常のがタイプ A の端子とタイプ C の端子になっているケーブルが1本と、これはディスプレイポートのケーブルだっけかな。はい、ディスプレイポートのケーブルですね。はい、さらに、USB のタイプ C ですね。タイプ C になってるケーブルが1本ですね。あとなんかケーブル止めるバンドみたいな、これだけですね。はい、が入ってましたんで、早速スタンドつけていこうかなと思います。さあ、ということで、引っ張り出して今布団の上に置けました。はい、私個人的におすすめなのはですね、こういった液晶モニターねとかの、テレビもそうなんですけど、足をつける時の、作業する場所としてすごくいいのがですね、こういう布団の上なんですね。はい、布団の上、やっぱり液晶面をね、下にして作業するってことが多いので、今みたいなこういう形でね、作業することが多いので、やっぱり傷つけないようにね、こちら傷つけないようにしたいので、そういう時にね、一番いいのがですね、やっぱ布団なんですね。はい、あとはなんか毛布とかあればね、毛布を下にこう引いて、その上にこれバンと液晶を置いちゃって作業するっていうのが、この液晶面ね、こっちの見る側を傷つけなくて済むのでいいんじゃないかなと、はい、思います。で、ポート類だね、電源だね、電源の端子と、HDMI の端子1系統とディスプレイポートが1系統を、で、これ、USB のハブの機能を持ってるので、こっちがパソコン側からつなぐ Type-C のポート、で、Type-C をつなげば、
ここのね4つがまあ使えるようになると。あとはこれ乱の端子ですね、まあ、使うことないと思いますけど乱の端子もついております。はい、スタンドつけるのは簡単ですね。ちなみにスタンドの差し込んでねじて止めるだけですね。あとはこれをここにはめ込んでパッチンと止まるかな。はい、パッチンで止まりましたね。はい、で OK ですね。はい、はい、ということで、元あった場所にね、設置をしてみました。はい、かなりでかくなりましたねやっぱりね。選んだのはですね、31.5 インチなのでやっぱりでかくはなりますけど、フル HD から 4K になるってことを考えれば、私個人的にはワンサイズね、でかいものを選ぶっていうのがいいんじゃないかなと、はい、思います。というのもですね、同じサイズにしてしまうとですね、結局同じサイズでフル HD で表示してたものを、同じ、画素数でね 4K で表示することになるので、文字とかが全部ちっちゃくなっちゃうんですよね。なので今までと同じような感じの文字の大きさで見たいってなった場合は、ワンサイズ上の、モデルですねを選ぶのが、まあ、サイズですねを選ぶのがいいんじゃないかなと、はい、思います。で今実際ちょっと写真をねパラッと見たりとかしてるんですけど、あ、やっぱりかなりフレッシュで見てた時よりかはさらにこうやっぱり解像度高く見れますね。まあ、当然なんですけどね。はい、やっぱいいですね。はい、ちなみにこのモニターなんですけど、横にもこう動きます。でもちろん上下にもね、調整はできるし、あと回すこともできるんですよね、これ。なので縦位置にして見ることもできるので、かなり使い勝手はいいんじゃないかなと、はい、思います。ただ特定の特定の位置でがっつりこうガチみたいな形で固定されるわけではないので、まあ、何か振動が多いところに置いておくと、まあ、ちょっとずつなんか固まったりしてくるかもしれないですね。はい、まあ、ただ適度に負荷はこうかかっても多少大丈夫なようになっているので、まあその辺はあまり気にしなくてもいいかもしれないですね。まあ、一応、まあ、そういうもんだっていう感じで一応認識はしておく必要があるかもしれないですね。はい、であとちょっと過去の動画ねもうちょっと流して見てたんですけど、やっぱりフル HD で見るよりかは、綺麗に見えてる気がしますね。はい、うん、ただ、やっぱり 4K で見てるっていう関係上、今見てるのって、オズモアクションで撮った 4K の映像なんですけど、やっぱり同じ 4K で撮るにしてもさらにやっぱり、こうミラーレスとかね使って 4K 撮る方が綺麗になるんじゃないかなっていうのがこう逆に分かってしまってですね、うん、あ、オズマクションって、まあ、4K フル HD で見てた時は結構綺麗だなと思ったんですけど、なんかアラが出てきますね逆にね。はい、そうか、オズマクションの 4K でこれぐらいなのかみたいなところがちょっと分かってしまったみたいなところが今ありますね。はい、ということで、まあ、結構いいな、綺麗ですね。でパネルも IPS パネルだし、こういった色を扱うようなね、作業をするときはやっぱり IPS パネルの方がやっぱりいいとは思いますしね。うん、まあ、動画鑑賞がメインっていう風になるんであれば VA パネルの方がいいかもしれないですけどね。まあ、ただ最近はもう VA パネルの液晶モニターってあんまりなくなってきてて、ほとんど IPS になってますからね。はい、まあ、好んで VA 買う人もいるかもしれないですけどね、その辺は用途に応じてパネルを選んだ方がいいかもしれないですね。はい、いや 31.5 インチぴったりハマったな。はい、まあ、いい感じですね。はい、という感じかな。ベゼルもかなりこう幅が狭いし、ね、もう目いっぱい画面がこう使われてるんで、まあ、その辺もいいですね。はい、あとはまあ価格ですね。やっぱり 4K といってもまだやっぱり価格結構高いですからね。まあ、その点、まあ、デルのねこのモニターに関しては 4K の 31.5 インチの部類の中でもかなり安い方、多分最安になるかもしれないですけどね、かなり安い方だと思うので、まあこれからねゴールデンウィークのセールとかももうすでに始まってるみたいなんで最初の話じゃないですけどね。はい、まあ、そういったところも活かしつつ、まあ、4K モニターに興味のある方はまあそろそろねパソコンのモニターも 4K に
まあ、移行していってもいいのかなっていう、まあ、気はしてる今日この頃でございました。はい、てな感じで今回の動画は終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。